霊界のカリスマ。第1回決勝進出、リベンジに燃える西行寺家のお嬢様とその庭師、一回り大きく成長した幽霊コンビが今回こそ頂点を狙う。エントリーナンバー8585番、ユーコ&ヨーム。こんにちは、ゆりことヨウムで小鳥になりたい小鳥お化けです。よろしくお願いします。いやいや違いますよ、コンビ名変わってますよ。小鳥お化け気に入ってますね。気に入った。でも小鳥になりたいってどっちかっていうと小鳥食う方ですから。小鳥食う方？食う方ぽいね、なんかね。はい、小鳥食いそうだね。確かに食いそうです。確かに食いそうだね。ヨウムはゆうこ様ですよ。私？ゆうこ様生で食うタイプでしょ。私が？そんな野蛮なことしないわよ。そうですか？焼いて食うよ。結局食うじゃないですか。やっぱ塩コショウが一番うまい。結局食ってますよ。嘘です、ゆうこ&ヨウムではありません。ゆうこ&ヨウムじゃありませんゆうこ&ヨウムじゃありませんじゃなくて、ゆうこ&ヨウムです。何を緊張してるんですか？でも去年の東宝 M1 ですけど、はいはい、盛り上がってましたね。まあまあ今年はもっと盛り上げていきましょうよ。まあね、でも去年はいろんな人がいましたね。いろんな人いましたね。優勝トロフィーもらった人、まあもらった人、もらえなかった人、もらえなかった人、盗んだ人いたんですか？そんな人、いや知らないですよそんな人ね。いろんな人いたけどね。はいはい、やっぱ優勝トロフィーもらって嬉しそうですね。インタビューとかね。そりゃテンション上がりますよ、幻想郷一なんですから。逆も一家のチェンは嬉しそうでしたね、インタビューでね。ね、ちょっとやってみよう、こんな感じで。はいはい。チェンさん、チェンさん。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。おお、優勝トロフィー。ちょっと待ってください。はい、爪を研ぎますんで。そんなしてないですよ。先にね、大事なんで。いやいや、いらないですってそんなの。わおー、猫、チェンは猫。マジで素ですか今の。ああ猫よ、猫猫、チェンは猫よ。興味ないでしょ本当はあるあるあるよ。もう一回やろ。いいですよ。チェンさん、どうぞこちらへ。どうも、チェーン。あー、なるほど。チェーン。そうですか。って自分で言うか。本当に。ね、優勝トロフィー。取りました。優勝トロフィー。これ秘訣って何でしょう。そりゃもちろん、買収ですね。言ってないですよ。買収です。どこのチャンネル見たんですか？東宝 MX。ないですよ、そんなチャンネル。ないんですね、残念ながら。ないですよ。はい、ゆうこ&ヨウムですけどね。頑張っていきましょう。いやいや、いちいち仕切り直さなくてもいいですよ。ね。お願いします。まあでもですね、うん、去年の東宝 M1 は深夜まで見てたんですけど、うんうん、途中でゆうこ様が小腹が空いたっていうもんですから、お菓子とか買いに行こうと思いまして、県会のコンビニに行ったんですけど。できたね最近。あそこのコンビニはお菓子多いですね。あー、お菓子の種類がいっぱいありますね。いいね、飽きなくていいわね。でも迷って迷って。今いろんなものがあるでしょ。お菓子も期間限定ものとかもあるでしょ。そうそう、そういうのがまたそそられるんですよね。冬限定ブラッドチョコ、吸血鬼に大人気。あと夏限定スイカバ、バカに大人気。あとね、あと春限定リリーホワイト。いやお菓子違う。コミケですよ、コミケですよ。ちょっとちょっと、怒られますって。リリーって可愛いわよね。可愛いって。リリーホワイト可愛いな。ヨウム、何ですかさっきから。そんなゆうこ様初めて見ました。そうだっけ。はい、で違います、おかしな話。おかし、おかしの話、おかし、おかしの話。おかしの話ね。まあでもいろんなお菓子を食べましたけど、最近じゃ食べ方もこだわるようになりましたね。お、どんなこだわりですか？例えばあのとんがりコーン。あー、外来品のお菓子。あれの食べ方はね、指に一個ずつ。あー、指にね。やったでしょ皆さん。はいはい。でこれをこうパクッパクッ、おいしい。指食べた。指がもう一個パクッっておいしい。指ごとカメですって。おいしかった。ミスティアの手。おいしかった。ダメですよ食べたら。ダメ、ダメですよ。でもあれですね、最近ハマったのがやっぱりポッキーね。ポッキーですね。これもまた外来品。好きなのがちょっと大きめのやつ。うわ、でかっ。ゆゆこ専用ポッキー。特注品です。でポッキーの最近の食べ方はね、先端からね。お、どうやって食べるんですか？早っ、早すぎますよ。どんな食べ方ですか？どんな？じゃあどうやって食べる？え、どんなどんな？こうやって。あんたも早いじゃん。あ
あんたも早いじゃん。今のはするとこじゃないですか。いやでもね、そんな食べ方もありますけど、今は違うね。はいはいはい。今はポッキーはそんな食べ方しません。お、今はどんな食べ方ですか？今はですね、お花見とか宴なんかでね。はい。ポッキーゲーム。え？ポッキーゲーム。すごいテンション上げましたね。ね、ポッキーゲーム楽しいよ。そうですか？楽しいぜ。ジェーって何ですか？今日はどのキャラを押していきたいんですか？ね、やろうかポッキーゲーム。どうやるんですか？こんな感じでポッキーゲーム。ポッキーゲーム。せーの。長い長い長い。長すぎますよ。もっとこれくらいのやつにしましょうよ。それくらいね。そうそうそう。はい。ポッキーゲーム。ポッキーゲーム。せーの。早いですよ。惜しい。惜しいって何ですか？何をやってるんですか？もう一回やろう。もういいですよ。もう一回やろうって。嫌ですって。もう一回やろうよ。ポッキー嫌ですよ。じゃがりこでやろう。じゃがりこも嫌ですよ。かりんとうでやろう。いや短くなってますよ。キャンディーでやろう。もっとダメですよ。キャンディーダメ。口移しじゃないですか。ないでしょ。口移しじゃないですか。キャンディーよ。嫌ですよ。そっか。でも最近はですね、ゆうこ様が食べるお菓子って言ったらポップコーンですね。ポップコーン大好き。でもポップコーンって袋が開けにくい時があるんですよね。これ開けにくいんですよ。ちょっと貸してみて。はい。ね？これ入るでしょ？開かないんですよ。部屋中にポップコーンが。これ掃除が大変なんですよ。一個一個拾ってですね。あれ？鳩が来た。部屋に鳩が来たよ。みんな鳩が来た。部屋に。どうしようこれ。鳩ちゃん。あ、ポップコーン食べてる。鳩ちゃん。鳩ちゃん。美味しいよ。食べて食べて。食べない。鳩ちゃん。鳩ちゃん。美味しいよ。あ、待って鳩ちゃん。鳩ちゃん。鳩ちゃん。あともう少し。よっ、逃げられた。ハトちゃん、ハトちゃん、待って。ねえ、食べて。ねえ、ハトちゃん。アフラック。アヒルじゃん。え？めっちゃ泣いた。何してるんですか、さっきから。おかしいね。おかしいですよ。だっておかしいもん。いい加減にしてください。どうもありがとうございました。